せーの、キラーン、リカタウンです。はい、今日は何ですか？いや、英語をやりたいと思ってそう、私たち香港上海ディズニーの今動画上げてると思うんですけど、結構さ、英語話したいってなったよね。なんかキャラグリもそうだしさ、うん、なんかさ、伝えたいこと伝えられないみたいな。なんか日本もさ、プリンセスとかプリンスのグリーティングは英語じゃん、うん、だから俺はずっとそれ思ってたんだけど、なんかさ、そもそもの話していい、うん、香港行って思ったのは、香港の人は広東語、英語、あとまあ一部日本語喋れる人がいて、日本人ってさ、日本語だけじゃん。確かに。自分でお金払ったりしたり、なんかこういろいろ自分で学習したり、留学行ったりしないと、英語って学べないけど、香港ってね、もう、普通みたいな。普通そう。喋れないとっていうか、みんな喋れるみたいな感じで、あー、やっぱ日本って狭いなーっていうか、で、日本語すごいいい言語なんだけど、やっぱどっか海外に行くとかでも、英語ってすごい必要じゃん。どこ行っても通じるしね、うん、ほとんど。だから、ちょっと俺らもさ、本当に海外旅行をこれからたくさん行きたいので、英語を勉強したいなって思ってたんですよ。そしたらなんと、皆さんこちらのアプリご存知ですか？キャンブリーなんですけど、俺ね、これね、今回、キャンブリーさんからお仕事で、企業案件をいただきました。で、その前から実は俺キャンブリー入れてたのよ。え、見てメール。今回の前から全然キャンブリーって入ってて、で、でもずっと言ってたもんね。英会話やりたい、うん、英会話やりたい。でもさ、スパイダーマンのグリーとかさ、上手に喋ってたじゃん。うん、だってスパイダーマンが結構分かりやすい英語を喋ってくれたから。そうでもしない限りやっぱさ、ねえ、海外はちょっともっとこう、多分英語喋れたら結構世界変わるんだろうなと思って、今日はちょっと2人でガチで英語を学んでいきたいと思います。まあ、メインはお願いします。はい、ということで、じゃあ私が本日教えてあげます。こっからはもう英語ですよね。No. 英語、スタート。No, no, no. じゃあ。No. In English, please. No, thank you. まずですね、あなたの今の実力というものを。あ、俺関係3級持ってる。あ、違う。4級の時の面接で、週末は何をしますかって聞かれて、I like Saturday って言って。やば。じゃあまずね、うん、診断テストっていうのが、はい、こちら無料で登録したら無料で、診断してくれるみたいなので、今のあなたの英語力をチェック。はい、お願いします。これがね、7月から無料でね、お入ったらしい。このあ、そういうこと、診断テストっていうのが。へえ。これだと別に登録すればできる。じゃあ自分が今どのぐらいのレベルかって分かるって。3つの質問。はい、これ見てもいいの？俺はいいんだよ。いいよ。Oh my god! Describe. あ、なんとなく分かるね。え、これはさ、あ、喋って答えるんじゃん。うわぁ、喋って答えるのか。え、ちょっとわかんない。でも、多分わかるよ、俺。うん。行ったことがない。合ってる？いや、違う。I like America! え？え？ちょっと待って。See you next time? え？え？断られたよ。英語力なさすぎて。Sorry, I can't speak English. So, I wanna study English. Please help me. 次の質問です。What kinds of...Exercise do you do? Do you enjoy exercise? このエクシシリシスがわかんない。エクシ…エクササイズ。OK. I training every day. So I like bench press. これちゃんとさ、発音しないと。そうだね。あれだね。うん。まあ、これはこれでいいんだよ。これ俺の。私のこれちゃんとさ、まだ入っちゃった。これちゃんとする。これちゃんとする。Do you like to take public transportation? Why or why not? Sorry, I can't speak English. So, no soul. So. No soul. So. Soul. No. So. 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 その後も言えばいいんじゃない？そうなんだ。ねえ、やばい。めっちゃソウル好きじゃん。これをあれでしょ、その英語の先生が見てくれるんでしょ。やばいじゃん、めっちゃソウル好きな人になってる。処理中今考えてる。 You did it, Riku. 全体初級一貫戦5分の2。
文法5分の2、語彙5分の2、会話で使用された単語60、会話時間2分8、1分あたりの単語28、まあ、ほぼソウルですけど。改善点、こう漢字がわかんない。わかんないね。語彙の範囲、一貫性。野球ってことですね。はい。やはり、まあ。もちろんですよ。で、受講することができるの。そう。で、これなんか予約をすることもできるし、今すぐレッスンもできるし、という感じで、初級ということがわかったので、はい、これから初級の授業をね、していくんですけど、めっちゃいるんだよね。先生がめっちゃ今見てんだけど。しかもあれもあるんだよね。アメリカのさ、英語とさ、イギリスの英語とかさ、発音が。お、調べてくれてる。まあ、アニメとかね。まあ、トラベルとかどう、で、こう選んで、そこに会った先生をこのアプリが紹介してくれると。これすごいね。しかも、いつでもいいんだって。24時間。だから、まあ、夜中とかでも。暇だなっつって英語やろうっつって、そういいね、本当にだからやりたい時にできるんだよ。なんか予約もできるけど、あ、今やりたいと思って今直接つなげることもできるし、という感じでちょっとお気に入りの先生を探してもらってやってください。はい、おはようございます。今何の実家に来てるんですけど、僕だけちょっと遅く起きちゃったので、今からちょっとキャンブリーの実際にどんな感じなのか、一人の時間なんで、キャンブリーで、ちょっと英会話レッスンしてみたいと思います。とね、でもね、30分ぐらい空いてんだよね。キャンブリーやってみます。これ、レッスンを開始するっていうのを押せば、すぐできるんだね。Hello, nice to meet you. I'm Riku from Japan. Okay, great, nice to meet you, Riku. How is your day going today?So, just a moment, please. Yeah, my English is so cheap. That's okay. I will do barbecue. Do you know barbecue? Yeah. Barbecue. I stayed my wife's home. My wife's hometown.Okay, wife's hometown. So, me and my family and wife's family and wife's brother's family do barbecue together. Ah, okay. 今終わりました。ちょっと見てくださいましたか。まあ、なんかね、30分だからめっちゃ友達とテレビ電話してる感覚で、で30分経ったら See you bye で終わるから、なんかその後のなんかこう、あ、英語できなかったとかも考えないでいいから、めっちゃいいかもこれ。今回お仕事なんだけど、俺普通に使いたいこれで。ね、ちょっと見てください。この評価とか、英語教師ですとか、教員免許を持ってますとかあるから、なんかこういう高評価とかついてる方もいるので、こういう方に頼めばすごいいいかなと思います。今回僕が一番上に出てきたマイケル B さんですね。教員免許を持ってる、高評価率が 99% の人にお願いして、英語もすごいわかりやすくてね、勉強になりました。これ結構いいね。なんかさ、英会話レッスンとか、昔住んでた家の前に英会話教室があったから行こうか悩んだけど、普通に月額3万とかしたのよ。マジ？ネイティブな英語を学ぼうみたいな。まあ3万でね、世界が変わるんだったら全然いいと思うけど。しかもさ、マジでさ、いつでもできるっていうのが最高じゃない、うん、社会人とかからしたら。そうだね、帰ってきてとか。そう、ちょっとこれをやって英語力を身につけていきたいと思いますし、皆さんもぜひ試してみてください。はい、でこちらがなんと、こちらがまあいろいろプランがあるんだけど、一番安いプランが月3690円なんですけど、7月31までに登録していただければなんと月2039円になるっていうことで。安いね。月々2000円でさ、英会話できてやるしかってな。俺まあさ、2人どっちかが喋れればまださ、いいじゃん。そうだね。あと、まあそれで言うと俺だね、喋れるのは多分。そう。なんか7はムカつくのは、なんか、うん、わかってるよみたいな顔して喋んないんだよ。で、俺は、あ、全然わかんないみたいな感じで喋るから、俺らがフュージョン、ハーってれば一番いいんだけど。そう、私は、一応語学の専門行ったからね。ちょっと聞けたりするんだけど、喋ることができない。まあそれと多分恥ずかしい、性格上の恥じらいとかもあって、だからよろしくね。OK。Thank you。という感じで、これから英会話の勉強をしていくリクナナ夫婦でございました。はい。まあさ、
今後さ、なんかもう子供とかなんかさ、英語ができる時代になるわけじゃん。絶対そうだよ。絶対聞かれるじゃん、パパこれ何みたいな。それでさ、答えられるように出しとかないと。そうです。いけないので。頑張ります。頑張ります。ということで、皆さんも英語をやっていきましょう。概要欄にある URL から入れば、さっきナナが紹介してくれた7月までの割引。そう、もうあんまり時間がないんだけど。ぜひみんなやりましょう。ということで、今日の動画は以上になります。チャンネル登録。グッドボタン、お願いします。TikTok、Instagram のフォローもお願いします。では、せーの、バイボー。